はい、こんにちは、のぶです。では429日目ネックロールチャレンジ連続15回ということで、今日もやっていきたいと思います。現在目標は13回なんですけども、やっぱり1回1回のネックロールができていないので、続かないですよね。4、5回しかまだ今、現在はできていません。過去には12回やったことがあって、で13回っていうふうに目標設定してるんですけど、ちょっと1回1回丁寧にやっていきたいと思います。やっぱり一番のポイントなんですけど、ボールを乗せていて、そこからボールが肩から離れる瞬間をやっぱ意識しないとなって思いました。でボールこう遅すぎると、離れるそのタイミング遅すぎると前に行っちゃって、で離れるタイミングが早すぎると、こうなんだろう、こう後ろに行っちゃうっていうところなので、そこはちょっとやっぱボールと肩からボールが離れる瞬間、このタイミングを意識して今日もトライしていきたいと思います。では早速いきます。ですけど、でも結構ボール肩からボールが離れる瞬間意識することによって結構変わりました。よし、横向きでいきます。5回でちょっと終わっちゃいますね。後ろ向きでいきます。